今回はですね、このチャンネル初めてのドッキリ企画です。これは何、これ何が起きてんの、これは。すごい、普通に対決したいですね、本当に。そうですね、確かに、はい、本ため。さあ今回も本ため始めていきましょう。あかりんです。あぐみです。なんかちょっといつもと空気が違いますね、今日。そうですね、緊張感があります。緊張感がありますね、はい、誰が緊張してるんですかね。まあでもこういうのは大抵 D が一番緊張してます。ということで今日も D 企画となっております。はい、はい、今日は何でしょう。今日は D 企画というよりは待望の企画やっていただきます。はい、速読対決。イエーイ。なるほどね、以前やったようでやってないから。そうですね、うん、覚えてますかね、もう。はい、覚えてます。ドッキリをね、はい、赤井に仕掛けようと思ったら、うん、逆に、うん、こっちが驚かされるっていうね。いや、私はちゃんと驚きましたよ。まさか答えを知ってるだなんて。そういうことなのよ、ドッキリだから。いや本当に今回やっと実現することになりました。よっしゃ、リベンジ。リベンジ、こっちなんだな、なんかリベンジする気持ちは。今日はですね、はい、やっていただく速読習得本はこちらです。5月、短編集でございます。はあ、はい、はい、こちらの短編集から今日、はい、出題して速読していただこうと思います。はい、分厚いな。これは何編なんですか。16作って書いてありますよ。16作あるね。あるね。ルール説明に入らせていただきます。はい、今日16編あるということなんで、うん、今日はこの中の3編。あら、あ、なるほど。絞ってくれるんですか。なるほど。え、前回よりめっちゃ楽じゃないですか。前回は無理なことをやりたかったんだから。2人には今から3編読んでいただくんですけど、うん、1編ずつ読んでいただきます。え、あ、なるほど、なるほど、なるほどね。時間が短いです、うん、なるほど。まず1編目、うん、5分。おお。で2編、2作目は3分。なるほど、なるほど、なるほど。最後の3作に関しては1分、うん、なるほどね、なるほどね、そういうやつね、下げてくんだ。はいはいはい、はい、でその作品ごとにクイズを出します。はい、1作品につき3問出しますんで。いい感じ。はい、お二人はそれを答えていただいて、はい、1作品ずつ勝敗をつけていきます。はい、おお。まあ最後3作品やってどっちが勝った方が多いかという、はい、絶対に勝敗がつく勝負になっています。確かに。最後なんて言ってたか分からなかったけど。質問ございますか、ルールについて。いや、なんか意外と優しくないですか今回。いや、これが普通なんだな、多分こういう風にやるの。優しいんですか。そして覚えてますか、2人にね、まあ、というか主にあかりに本気になってもらうために、うん、ちょっとやっちゃいけない餌と言いますか、うん、ああ、確かに、うん、図書カード1万円分、それだわ。今日、うん、図書カード用意いたしました。え、本当に今回の景品は、すげえ、すげえ。あかりん、今回の景品の図書券はいくら分でしょうか。図書カード1万円分です。すごい、本物だ。なかなかないよ、 YouTube でこれ、このレベルの商品、ね、これはマジで今日プレゼントするんで。うわ、すげえ。しかも勝敗は必ずつく。そうですね、うん、え、やば。ですが1個だけつかないパターンなんです。ほう。2人が答えられない。あ、確かに、確かに、確かにそれあるわ。そうなった時だけ、うん、今回の勝負流れます。ということなので、はい、お二人決まって特読してみてください。はい、すげえな。本ため、今回の本はラジコクブッポ公共服まで筒井康隆さんで、編集が日下三蔵さんになっております。はい、はい、お願いします。すごいタイトル。じゃあですね、早速いきましょうか。はいはい、はい、まず今日1作目やりますのは P38 ページ「百句」というタイトルになってまして、これが72ページまで。なるほど。あ、結構ある、ね、意外とあるな。結構あるね、これ。意外とあるな、これ。はいはいはい、結構短編としてはある、うんうん、文庫本でね。ちょっと長めかなって感じ。はい、じゃあ準備はよろしいでしょうか。はい、はい、1万円。ちょっと待って、カバー外そう。出た、出た、落ちづらいんだもん。出た。じゃあ速読対決1作目よーい、スタート。10秒前。ください。いや、面白かったですね。いいですか、コメントとか行かなくて。では行きますね。問題計3問いたします。問題、主人公のポケットに入っていたお金の金額は
匠560円あかりん10円なんだよ書いてあったそんなのなんで当たってんのこれマジで次行きましょう次どうやって分かったのえこれあの次の問題に関わる次の問題に関わったらちょっとやだから後で言っていいですか本気じゃんこの人問題母親に電話した時に母親が時間が進まないことより心配したことは何あかりん主人公の体調たくみさん洗濯物が乾かないちょっと母親バカすぎる設定がたくみさん息子の仕事の悩みあかりんこんな時間に電話してる大丈夫なの正解は大地震の前兆ではないそう言ってた言ってたすごいじゃんすごい記憶力だすごいじゃん本当に言ってたわ最後の問題です問題書店の女店員が投げつけた本は読話辞典ともう一冊は何あかり翻訳本たくみさんすずらん百科全集あ、違うでもまあまあ近いっすねこれ何の百科全集だっけ百科全集合ってます何のだろうこれね漢字が難しかったんだよなはいあと一人一投だけチャンスですその前ね宮本武蔵の大判落ちてきてるさすがその通りです主人公に落ちてきましたねそれでねその後にね、うん、百科全集が来るのそうです何の百科全集だっけなんだろうあかりんバリエーションあ、じゃがいもじゃあ最後ふみさんうわ悔しいなこれ百科全集何の百科全集だっけな宮本武蔵がね出てたのに宮本武蔵の方クイズだったのふみさん最後はいたくみさん折り紙うわ正解は編み物百科全集でした惜しいなんとなく分かってたすごい惜しいはいこれでしゃっくり以上になりますで正解は1問目のあかりん10円正解ですイエイありがとうございますイエイちなみに10円これに関してはその公衆電話で電話してたじゃないですか、はい、だから10円だなっていう推理です、ね、ほぼすごいだから電話したなっていう記憶の方しか残ってなかったですはいじゃあ次ですね、はい、いきます軽安泰兵器何ページ P276 ページですこんな感じこちら軽安泰兵器を、はい、今回は3分で、はい、読んでいただきますはい、はい、じゃあお二人準備よろしいでしょうかはい、はい、じゃあいきます軽安泰兵器速読勝負よーいスタート10秒前9、8、7、6、5、4、3、2、1終了です。いやー面白かったですね。では軽安泰兵器問題を3問出します。では早速いきます。問題主人公の先輩である松平の所属しているあかりん射的部違う初めからいきます、はい、主人公の先輩である松平の所属している部活はあ、たくみさん射撃部すごいレベル高っ問題、はい、落ち込んでる本当に落ち込んでるし問題予備校生たちの作戦会議はどこで行われましたか。予備校生たちの作戦会議はどこで行われましたか。たくみさん科学実験室あかり予備校の教室ヒントヒント聞こう
いや、どうぞ言ってください。ヒント、ヒントどうぞ。ヒント、はい、最初作戦会議もそうですけれども、負傷者を連れてきた場所でもあります。そこ、あかり。主人公の家の、のお姉ちゃんの部屋。お姉ちゃんの部屋じゃないんだな。ヒントになってしまったか。まあ家は合ってんだよな。どこだっけな。たくさん、主人公の家のリビング。どこなの。正解は応接室でした。すごいとこにいるね。すごいお金持ちのお家だ。はい、はい、問題。主人公がこの騒動を画策した目的は何。あかり。徳川大学に入るため。え、違う。大きくはそうなんですけど、うん、そのためにこういうことをしようとした。たくみさん。受験をなくす。他に受験する人を減らすため。と、もう一個ある。もう一個ある。もう一個ある。在校生の数を減らして新入生の数を増やす。2人とも正解。やった。予備校生と学生数を減らすため。そうだね。あ、はい、ダブルゴールで。じゃあ今回の得点は、たくみさん2ポイント、あかりん1ポイントで、たくみさんの勝利です。まだいろいろ覚えてることあるよ。そう。あ、何がありました。拳銃の種類です。出た。あれね。悪さ P38 でした。なんか二人とも推理しながら問題予測しながら読んでるんですね。あと科学実験室でピクリン酸使おうとしてたな。本当ね。ということで今1作と2作目ありましたが、1作目あかりん勝利。はい。2作目たくみさん勝利。第1でございます。そして次の3作目に勝った時には図書券1万円分でございます。欲しいよ。そしたら教育は次の作品は303ページですね。この本のタイトルもなってます。はい、公共服までですね。はい、長いな。ちょいここね、ちょっと長い。そうですね。では1分で。1分か。作戦が大事な、これマジで。そうですね。では東京福まで速読対決、よーいスタート。10秒前。9 8 7 6 5 4 3 2 1。やりきった感の笑顔がすごいですね。いきます。問題。官房長官が局長に提案した賄賂の金額はいくら。官房長官。たくみさん。1億円。1000万。この問題は流しましょう。正解は5億円でした。めっちゃ多い。多いな。問題。男1人と裸の女5人がいた部屋の名前は何。たくさん。応接室。じゃあかりんが答えたら1回ヒント出します。いや、ヒントください。ずるいな、ずるいな。鳳凰の間。ありそう。ホテルなの。ありそうだな。ヒントはですね、この男はディレクターなんで、丸々指導室。たくみさん。演技。あ、正解です。すごい。はい、最後の問題で今のところですね、たくみさんがリードしております。やば。最後の問題いきます。主人公がラストの方で警備員から逃げるときに、これ我々ラスト読めてない。読めてないな。読めてないんだよラスト。警備員から逃げるときに両側のドアに向けて何と呼びかけましたか。全然いけてない。いけてないですね。残念な。ヒントはね、両側のドアに人が入ってるんですよ。でその人たちに何て呼びかけて逃げようとしたか。その中に入っている人たちはほぼ俳優さんです。
かり。もっと上手い芝居をしろ。たくみさん撮影だぞ。じゃあもうこれ最後のヒントにしましょうか。はい、もうさっき言った両側の俳優たち、今はあんまり売れてなくて、もともとはすごく売れた人たち、その人たちを自分が逃げるためにドアから出す必要があったんです。でその俳優たちを出させるために何々があるから集まってだったらわーっと出てきた。あかりん、オーディション。これでたくみさん外れたらお流れにします。当ててやるか。当ててやるかな。スカットよろしくお願いします。たくみさん、スポンサーが来たぞ。リアルだな。なるほどね。正解はカメリハがあるから集まってでした。なるほど。ということで結果発表でございます。一作目しゃっくり、あかりん、はい、二作目軽安泰平記、たくみさん、三作目公共服までが推理力もあってたくみさんになりました。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。で、あかりんにはですね、はい、書店には行けないんでお金のかからない。なにこれ、なにこれ、かわいい。なにこれ、あの図書館にあるやつだ。書き、なんか、え、そうですね、貸し出し書。なんかここに自分で読んだ本を書いていけばいいんだ。付箋としても使えたり。すごい、おしゃれ。かわいい、ありがとうございます。おめでとうございます。どうでしたか。1分は厳しい。1分さすがに読めなかったですね。最後まで読めてないですね。読めてなかった。じゃあ3分まではまだギリ。3分は最後まで目を通せます。通せる、ギリね。短編だったら、短編だったらね。1分はパラパラやんなきゃダメです。マジでパラパラやったのに間に合わなかった、うん、ということで続々お疲れ様でした。ありがとうございました。本ため、はい、ということでね、今回は速読対決をね、やってみたんですけども、うん、まあ、今回ね、この企画にご賞させていただいたこちら、ラジコク仏法公共福間伝、筒井康隆さん著、そして、草加三蔵さん編、まあ我々ね、速読としてしかね、読めなかったんですけども、面白いというのは痛いほど伝わってきました。はい、SF なんでね、赤にも絶対、もう普通に楽しかったんですよ。怒ってます。勝てなかったから怒ってます。5分だとね、読めたんですよね。いや、読めた。5分だいぶね、5分はね、だいぶちゃんと読めた。ちゃんと読めました。すごいな、それでも。そう、いや悔しいですね。遠い目が。でもまたちょっと頑張って速読対決もまたリベンジしたいと思います。テレビチャンピオンのエンディングから。はい、チャンピオンどうぞ。そうですね、まあ、今回勝たせていただいたんですけども、ここまでね、素晴らしい勝負ができたのも、まあ、やはりいい対戦相手がいたからかなと思うので、今後も切磋琢磨して、この図書券に恥じることのないよう努力をしていきたいと思います。ありがとうございました。テレビチャンピオンですよこれ。スポーツマンシップに溢れてる。はい、ということでね、今回の動画少し面白かったと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。お願いします。それでは次回またお会いしましょう。さよなら。バイバイ。じゃあ行ってきます。あ、行ってらっしゃい。